はい、皆さんこんにちは、マンダリグルフィッシュです。では今回は信長の野望大使前田慶次物語続きをやっていきましょう。前回ですね、伊達政宗軍1万同士の決戦ということで、丸森城周辺で激戦を繰り広げて、かろうじてこれに勝利したんですが、上杉軍の損害も非常に大きく、1万6000で出陣したんですが、手勢はわずか4000と減っています。ただ敵側はさらに減っているという状況があるので、ここはちょっと無理してでも渡り城、まずはここを攻略していこうということで、残った兵をまとめて、上杉軍主力4000が今渡り城に向かっているというところになります。では、早速続きを始めていきましょう。では、渡り城の攻城戦入っていきます。で、ヘルプ出てきましたね。ここは見ていきましょうか。城の設備と攻城側の大筒について。城に設備があると攻城戦で様々な効果を発揮。設備の設置は不審の回収コマンドで行います。ということで、前回、兼次の居城、米沢城を見ていただいたと思うんですけども、もともとは二層天守で大した設備もなかったんですが、それを三層天守に改造して、虎の口だったり、櫓だったりといったものを配備したというところになりますね。で、攻城戦、城の整備と攻城側の大筒についての続き、設備は全部で11個、陣太鼓、狭間、矢倉と、ご覧のような効果がありますということですね。さらに、砲台落とし穴に丸太罠ということで、一番下の丸太罠に関して言うと、設置した車に敵部隊が到達した際に、一度だけ一番外側の車まで奪還可能と、これ結構大きいよな。大軍同士で戦って負けてしまって、まあ、いわゆる、籠城する側が圧倒的な不利な状態になっていると、これってあまり効果がないかもしれないんですけど、一進一退の攻防という、まさに城攻めになっているような場合には、この丸太罠やると一旦一番外まで押し返せるってなると、攻め手をね、一からやり直しになるっていうことですよね。これ我々も今回注意しなきゃいけないかもしれません。で、虎の口、鉄条門、防柵、抜け道、米蔵というところですね。で、工場側の大筒なんですが、工場側にとって厄介な敵の設備ですが、大筒があれば設備を破壊することも可能。大筒は行軍時に金銭を使用して持っていくかを決定。大筒がある場合は目標の車を押して、命中すればそこにある設備を破壊。今回持ってきてたかな？ちょっと記憶にないので確認しましょうか。まずは、布陣を決めていきましょう。まあ、こうなってくると、上杉、いや、もう一度ちょっと確認しよう。先に確認。攻め口は、C と B か。まあ、ここも分けるしかないよな。五十郎がいるここ B、絶対通らなきゃいけないんで、ここはまた前回と同じ布陣にしよう。いや、さすが伊達だな。しっかりと優秀な武将が守ってるよ。かしこまった。強行すると33日、普通の攻撃だと55日。いや、55日かけてでも戦った方がいいな。55日も本当にかかるのかっていうのがちょっと疑問だけどな。五十郎はこっちに来たか。報告します。先月の収支です。まあ兵数が減った分、兵糧にはまあ幸いにも余裕が出てしまっていますね。まあじゃあ先に一旦内政に戻りましょう。まずは進出できるようになったね。かしこまりました。一つね、城一個取るとこんだけ効果変わるからね。
収入がここまで変わるかというぐらい変わりますね。は。あとは火巻きをしておきましょう。火巻きするのはどこが的確か。費用度が下がってるところ。かつそれなりにもともと収入が見込めるところがね、理想ですよね。丸森城、まあ敵にまたさらされる可能性があるので一体コンビネにしましょう。ここで火巻きを行います。でお金で軍馬取り計らいます。鉄砲、これは常に買っておきます。合戦が続きますからね。で伊達家中に対してのどうなんだ、西一旦解除してでも金継ぐに18ヶ月さらに延長だ。伊達の家中をかき乱す。でそろそろね、開発もやっていく余裕が出てくればお金にね、開発もやっていきましょう。お、佐竹と徳川か。危険だな。ここは佐竹に味方するけど、佐竹は去っていくでしょう。まあここはね、3倍以上の兵力で攻めてるので、まあ当然ここは取れるとは思うんですけど、佐竹がピンチだよね。敵の大軍と相対するとなると、しかもそれが家康か。ここはなんとか家康の方に踏みとどませる必要があるよな。義明かっこいいね、こうやって見ると。報告します。佐竹になんとか味方をしたいので、なんか策を考えましょうか。策がございます。さて今回どうする。軍事は絶対欲しいよね。商業が25、論議12。まあこのまま行こう。でもう刑事は必ず、どんなにしょぼいこと言ってきたとしても入れるとして、あとは、まあ、いつものメンバーだね。表情を終える。日殺し、足軽徴用、梶村新設、そろそろ梶村入れとくか。結局開発もね、この後行っていく予定なので労役追加だな。でその上で現地、これで行こう。ご命令を。で進出していこう。もがみとよしみを通じたことによって、もがみの領内に進出が可能になってます。でそろそろ開発も行っていきましょう。この後敵と相対する可能性が高いところだよね。番内、まあ佐竹が徳川に食われて、佐竹と佐竹領を経由して敵がねやってくる可能性があるんで、新設していくしかないよな。まあ、梶村はね、もうちょっと中で作っていきたいので、作るとしたら、暴類か砦か、巡検所か。
まあ、どこに何建てるか。承知。まあ、この辺りは確実に砦を築いて。かしこまりました。先に敵に攻めさせないっていうね、ことをやってかなきゃいけないかな。これで砦をこんだけ作っておけば、必ず敵が南から攻めてきたときは、我々が先に着陣できるというところなので、これはしっかり入れておきたいと思います。で、あとはそうだね。牧場も欲しいんだよな。刑事のために牧場を作ってあげたい。まあでもやっぱり真ん中なんだよね。作ってあげるとしたら。まあ一旦これくらいにする。お金もね、微妙なんで。あとは継続発展してくれることを祈りましょう。それなりの武将を配備したので、奉行をね。継続発展してくれるんじゃないかなとは思います。まずは渡り城よ、渡り城。まあ、放っておいても落とせそうな感じはしますが。どこまで来てる？あと19日。もうここは強行にして8日で決着しよう。被害は大きいものの、渡り城を先に取ってしまった方がいいでしょう。負けてやるわけにはいかぬ。感情を配ってそろそろ家臣にいい顔もしておかなきゃいけないってことだな。よし、小十郎も殺せる。これで伊達家中だいぶ弱らせられるぞ。全員処刑だ、悪いが。で、伊達軍がやってくるとな。マジか。そうすると一旦、いやーどうする？部分騎乗。いやーここさー、籠城するしかないよね。渡り城で籠城だ。入城する。ちょっと待って、入城したはいいもののさ、もしかして、兵はやってこないパターンか。それはそれでちょっときついな。そうなるとまた、この渡り城に兵を集結させなきゃいけないですよね。渡り城は取ったので、そしたら、この後は渡り城に再び兵を集結させるというところからやらなきゃいけないわけだな。じゃあ早速兵を集めましょう。いやーしんどいぞこれ。政宗軍4300に対して影勝軍5400ですけど、敵が先に陣つくのか。渡り城を渡したくない。そしたらちょっと不利を覚悟で、やっぱりここは渡り城の防衛に入るしかないね。進むぞ。いや、こんなに早く渡り城に敵が来るとは思わなかったな。困りましたね。足軽のレベル1上昇を先に使っちゃう。対面でやっちゃおう。我が志必ずや果たさん。180日間足軽レベルが上がるので、これで敵をちょっと迎え撃つと
という覚悟で臨みましょう。いや、政宗もよくやってくるよな。それと同時に一応交渉で政宗と講和できない。まあ、虫が良すぎるよな。政宗軍が思いとどまってくれればというところなんだけどね。普通に攻め寄せてくるよな。報告いたします。これ家康と戦う佐竹にさ、何か援軍的な援助をしてあげたいというところの騒ぎではなくなっている。渡り城を何としても守らなきゃいけないな。交渉聞かないよな。まあ怒り心頭だもんな、政宗としては。まあ間に合うとも思えないが、渡り城の回収、車の増設ではないな。車の増設なんかしてる余裕はない。設備を作っていく。そうするとまず櫓だな。櫓、まあ、間に合うのかという話はもちろんあるんですが。40日間ってもう絶対間に合わないな。援軍の要請をするのも遅すぎる。とりあえず感情を出しとく。戻原。というかまあ、黄色のや連中には一通り感情を出しとけばいい。いや、感情は2個しかないのか。となると、まあ、ほどはらだな。かたじけない。なんとか渡り城防衛しなきゃいけないけど、渡り城の防衛戦力がどうなるかですかね。お金に余裕がある今のうちにしっかりと、じゃあ。新設しておく。は。何を重点的にやるかというと、やっぱり牧場が欲しいんだよね。ただ、塾系が作れるところに牧場を作っちゃうと、結局、塾系が作れるところって限られてるんで、もったいないはもったいないんですよね。で、あとは、砦だよね、砦。砦をここに建てる。そうすれば次、政宗と決戦するときに確実にこちらが先につけるということだよね。また傭兵塾。はっ。かしこまった。傭兵塾を建てて、武芸はコンビネで作りたいよね。コンビネでね。そうすれば。刑事の武芸がさらに一つ高みへと増す。そんなところかな。じゃあ一旦これでいきましょう。問題はこの渡り城だよね。しっかり防衛しないと。まあ籠城方針としてはまずは籠城だよね。一旦
持ちこたえてくれよ。 OK だ、合戦になる。ゴズメ決戦だ。これで勝利しないとな。部隊数はこちらの方が多いけど、うん、少ないけど兵数は多いとなると、政宗の本陣めがけてただただ駆け行かんという感じになるな。まあ幸いにもこっちは森に布陣してるんだな。となると、ここは神出鬼没、この一つあるの。さらに奈落に叩き落としてやるという感じかな。これでいいだろう。まずは敵を奈落に叩き落とす。行くぞ。敵の居所が分かりましたな。覚悟せよ。覚悟しろ。参る。始めるぞ。覚悟しろ。敵の居所が分かりましたな。さあ、ここで神出鬼没が発動して、あとは敵がやってくるのを待つだけだ。どうした？来いよ。ここはコンクラベですね。神出鬼没が終わっちゃうぞ。いざ進む。ゲチ、覚悟せよ。敵の居所が分かりましたな。敵の居所が分かりましたな。やりたい。前へ。ご命令を。さあ下がろう。そしたら覚悟せよ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。神出鬼没が決まらなかったな。もったいない。まあしょうがないね。ここはでも掴んだ勝機、逃しはせぬ。しょうがない。ちょっとじわりと前に出るか。覚悟しろ。コンクラベでなんか負けた感があるな。始めるぞ。敵の居所が分かりましたな。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。今が好機。やりたい。前へ。覚悟せよ。守りが甘いぞ。今ぞ。さあそしたら奈落へと誘導する。全部隊一旦退却。始めるぞ。始めるぞ。ゲチ
覚悟しろ。くそ、ここでおとり蝶は使ってきやがった。やるな正宗。敵の居所が分かりましたな。敵の居所が分かりましたな。やりたい前。くそ、袋にされてる。やりたい前。たまらんな。やりたい前。敵の居所が分かりましたな。覚悟せよ。ご命令を。覚悟せよ。ゲチ、覚悟しろ。今が好機。いいようにやられてるね。世界破れるとは。やりたい前。足軽隊前。やりたい前。覚悟せよ。参る。覚悟せよ。これほど我らが破れるとは。ゲチ、覚悟しろ。息のね。ここで足止めされるわけにはいかないぞ。マイル、始めるぞ。始めるぞ。一筋縄ではいかねえか。ご命令を。我が部、思い知るがよい。負け戦かよ。やりたい、前へ。覚悟しろ。足軽隊、前へ。さあ、一進一退だぞ。始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。始めるぞ。参る。始めるぞ。足軽隊前へ。好機。なんとか敵を追っ払えばそれでいいですからね。やりたい前。参る。始めるぞ。覚悟しろ。よし、敵を2部隊壊滅に追い込んだぞ。ご命令を。始めるぞ。やりたい。片倉北ちゃんをトライにかかろう。ご命令ください。女は生け捕りにする。よし、戦況は一気に傾いたな。まさか我らが。足軽隊前へ。この攻めかわしてみせよ。やりたい前。今は引こう。ちょっと前半危なかったですけど、後半は想定通りに進んでますね。始めるぞ。あとは正宗を乱戦に持ち込んで攻撃すれば終わりだ。やりたい前。ちょっと待って。とはいえだ、とはいえだ、下がろう。影勝がやられると元も子もない。気のしかないよ。我らが破れるとは。いや、影勝がやられた。迂闊だった。迂闊だったけど、この残りの兵力ではさすがに正宗も何もできないだろう。お味方が捕らえられました。すぐに御詰めに向かえ。する。よし、大丈夫だね。出陣自体を取りやめだ。いやー、なかなかしんどい戦いだったな。ちょっと最後
もったいなかったのは、武将というか、影勝をね、うまく配置できなかったのがもったいなかったかなと思います。影勝をうまく、ちゃんとね、戦力見とけば、こうはならなかったかなというところはありますね。さあ、伊達の池田が謀反の兆しありという話ですね。徳川を疎む者が多く、包囲も結成の機運が高まっている。名乗りを上げるか。いや、今はその時じゃないよ。で、秀頼が。マジか。どうする?参加するかしないか。どうしようかな。まあ、6ヶ月で、包囲網は結成されてから6ヶ月で効力を失うということであれば、前って何年かとかだったと思うんですけど、2年だったら、まあ、誘われれば入るというのもありですよね。大地震か。まあ、微妙に、かぶってるっちゃかぶってるな。いやー、これ死人むちゃくちゃ多いな。会津若松1万6000いた人口のうち3700が死んだわけでしょ。まあ攻略戦が終わった後でまだ良かったな。報告いたします。さあ、同盟がそろそろ切れるという頃合いのようなので、このあたりも見極めが必要になってきそうですね。では、内政からまずやっていきましょう。はっ。かしこまりました。費用度が下がっているところで、使いましょうねという種まき、火まきか。火まきですが、まあ、一番下がってるところ2つ、二本松と丸森で使いますか。かしこまりました。おっと、1個だけとなると、まずは武将の配属しておきましょう。米沢には金継ぐを戻してあげなきゃいけないね。渡り城の城主を誰にするかというのもあるけどね。で、小峰城には刑事。国清を戻す。さらに、会津若松にも武将を戻さないといけない。影勝を戻しましょう。行くぞ。で、あとは福島城の城主は誰今？蛍原か。危険だな。多いし。まあ、二本松にとりあえず、甘粕を戻しましょう。で、さらに武将をちゃんと移していきます。で、最前線の渡り城には樋口、金豊を入れておこう。
いやー、樋口はちょっともったいないな。金豊はそのままにしておいて、とはいえだなー。ちょっと武将のバランスが悪くなっちゃってるんで、しっかり確認していきます。隣接してる小峰にはもうちょっと武将入れてあげないと危ないよね。小国、藤田、両武将を入れて、かしこまりました。敵と、あるいは敵になりうる場所と、まあ隣接してるところはしっかりと武将の数を置いておかないと危ない。福島城には誰を入れる？ある程度信頼できるものがいいよね。平林、この2名を入れて、配置としてはこれでいきましょう。しばらく戦争する気はないとはいえだ。まずは兵の回復と、あとは渡り城の回収はしておきましょう。設備を増やします。狭間、まあ無難に行きたいけど、今はここの城にできることといえば増設ぐらいか。で、設備は増やせませんよという状態だよね。ではこれで時間を進めていきましょう。あ、そうそう、開発も行わなきゃいけないね、渡り城の近くは。正宗はまだまだ兵力あるよね。まあ、一番ぐらいの兵力はまとめてくる力はまだありますね。相馬家との同盟入れ。ああ、このあたりは同盟を回復しておく必要があるな。報告いたします。先月の収支です。では表情まで進めていきましょう。商業軍事がカラッカラになっちゃってるんで、商業軍事、まあ金継ぐになるよな。表情を終える。イゴロシをまず入れるでしょ。で、行動数増加、独占手法、軍馬の流通、大名発言、大名発言入れる。これでいきましょう。ゲチよ。そうだよね、伊達との戦争一旦やめたい気はするよ、本当に。ただここで伊達との戦いやめるとさ、他の大名がでかくなるだけなんで、ちょっとまだねやめられないんですよね。それよりもしっかりと同盟の回復をしておきましょう。従属してくれればいいんだけどな。はっ。さあ、これで OK だね。でだ。開発を行います。お金にはね、ちょっと余裕が出てきてるので、しっかりと開発をします。まずは、砦よ。砦はもう絶対必要。承知。あとは、牧場。
かしこまりました。かしこまった。騎馬隊をね、しっかり用意してあげて、刑事がそれでかけていく様を見ましょう。あと、防塁をしっかり築いておきたい場所は、まあ、どうなんだろう。最上と先端を開くつもりはないとはいえだ。何があるかわからないので、ここは、とりあえず防塁をしっかり築いておきます。あと、歩兵だね。渡り城、ちょっと、増やさないと危ないよ。かしこまりました。まあ、とはいえ、もうちょっと、兵糧が増えてこないと、合戦できないよね。橋軽精錬せっかく入れたものの、このままだと戦いにならないので、一旦兵糧が集まってくるのを待ちましょう。はい、ではね、30分以上経ってしまいましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですねこの続きまたプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。